それでは競技開始前に規定トリック競技アドバンスト部門のジャッジをご紹介いたします。ジャッジ吉井、ジャッジ香川、ジャッジ岡田、そして記録係としてジャッジ岩倉、以上の4名となります。よろしくお願いいたします。まずこちらの規定トリック競技アドバンスト部門なんですけれども、事前に指定した5つのスタイルのトリックに挑戦します。挑戦するスタイルは 3A、4A、5A、1A、2A の順に行い、スタイルチェンジのインターバルは10秒間となります。トリックの難易度ごとにポイントが設定されており、各スタイル内でノーミスクリアを達成した場合はボーナスポイントを獲得することができます。5スタイルそれぞれで獲得した合計点数で優勝者を決定します。また2023JL では同点優勝者が出た場合、表彰のタイミングでタイブレイクを行います。さあ、それではよろしいでしょうか。さあ、それでは、選手をお呼びいたしましょう。まずは北村慎吾選手、ステージにお願いいたします。使用する、ね、ヨーヨーは、ドレーナーにコンビニいただきますようにお願いいたします。北村選手、使用するヨーヨーはまず 3A が C3 ヨーヨーデザインサイバークラッシュ2、 5A がヨーヨーファクトリーウィル、使用ウェイトはレアリークリスタルラボソフトクリスタルサクラ、 1A がヨーヨーファクトリーウィル、 2A がヨーヨーファクトリールーム720となります。さあ、それではよろしいでしょうか。それでは MC コールをお願いします。それでは参りましょう。クラウドネイティブプレゼンツ2023ジャパンナショナルヨーヨーコンテスト規定トリック競技アドバンスド部門、北村慎吾選手です。まずはスピーサイドスピーサイドバランス、ブラッキーお客様を引いてビーチマンドバンクルーバーお客様となります。さあ、ここで2人チェンジ、続いて 4A となります。まずはブレインツイスターマンボー、やり直しの旗が上がりました。もう一度お願いします。OK、続いてバックバーナー、これはやり直しの旗が上がりました。さあ、ここでスタイルチェンジとなります。続いては 5A カウンターウェイトストリックです。ベルトダルジャン、やり直しが上がりました。さあ、もう一度諦めていきましょう。ポイント行きましょう。ここで、スタイルチェンジの時間となりました。続いては 1A 2 1、ラセレーションドラム、さあ、出来ました、出来ました。さあ、こっちで行きましょう。成功です。続いてクラッシュクイズ、成功、こっち戻ってませんでしょう。
さあ、ここはやり直しの旗が上がりました。さあ、まだ上がれる。成功です。おめでとうございます。コンプリートボーナスゲットです。続いて、2A、サイドワインダー。成功です。続いて、リーチポーターボーナス。こちらも成功。そして、リニアウトミック。ここそれで最後は、失敗となってしまいました。どうもありがとうございました。北村慎吾選手でした。